どうも皆さんこんにちは、ナオです。さあ今回なんですが、診断ゴッドボスやっていきたいと思います。さあ今回はね、おそらく、超フルパワーサイヤ人フォーンじゃなくてドミグラのなんかさ、あの最終形態みたいな、ね、時の力解放みたいなさ、やつがゴッドボスだと思うんですけど、はい、まあね、どんな感じの強さなのか、まあ、正直今までのドミグラで一番強いことを祈ってるよ。さあブロリーの、魔強化が超ボス、じゃあこれからやっていこうかな。とりあえずはわ、何も喋らない。あら、待って、こんな話あったっけ。これアニメオリジナルっていうかゲームオリジナルかな。なんかちょっとヤバそうな感じだね不穏な雰囲気ですけども、はい、なるほどなるほど。じゃあまあとりあえずはこんな感じでいってみようかなと。はい、必殺技フルパワーインパクト、これね、シェンロンの狙いで一番最後の必殺技で、今回の段に習得可能なんだけど、これがエナジー8個で係数、必殺係数が11あるらしい。うん、まあ、誰かがそう言ってて、なんかね、まあ、一番必殺技の威力が高いらしいです。で、使い道としては、まあ、時空悟空とかね、まあ、必殺技がいつでも打てますねっていう感じのキャラクターと組ませると、ね、エナジーコスト要は関係なしでね、技、打てる系との相性がいいという、はい、まあ、そういう感じかな。うん、まあまあまあ、ここまでやってる人はなかなかね、いないとは思いますけども、はい、まあぜひね、子さんの方なので、はい、必殺技これにしてね、時空と一緒に、合わせてみてはいかがでしょうか。もうね、ゴッドボスとかでしか正直このガイオシヤマダの使い道というか使いどころがなくて、まあね、うん、初見はやっぱりガイオシヤマダ体力も高いし、シェンロンメダルの加護もマックス999枚でマックスなんで、まあ、とりあえずはこれをかわいそうだから使っていこうかなと思います。あ、暴走する闘争モードなんかあれだね、なんか昔の UR なビートじゃなかったかな。体力35,000、まあ、ここはね、超ボスなんで、はい、まあ、さらっと、ね、遊んでいこうかなと、思っております。さあ、やっぱりブロリーと言ったらね、このボジータテムですよ。これもそのうちなんかさ、スーパーボジータとスーパービジットみたいな、ちょっと原作にね、寄せた感じのチェンジスイッチも来てほしいんだけど、今回さ、ビジットボジータ来ちゃった、ゴテンクスかあれ来ちゃったからね、まあもしかしたらないかもしんないけど、マジでいつか来てほしい。これもかっこいいしさ、ね、めちゃくちゃ強いから、まあ、これはこれいいんだけど、なんかやっぱこれと合わせてさ、スーパーサイヤ人状態のね、ベジット&ボジータもそのうち出していいんじゃないかなみたいな。さあ、さすがレジェンドスマッシュ、エナジーがモンスターに10個溜まっておるっていう。このカードなかなか強いですよね。正直ね、ボス戦ではこれまだまだ現役だと思ってて、効果が、このね、レジェンドスマッシュの上、ドカバキで相手の軽減効果をめっちゃ下げられるから、ね、全然ゴッドボスにあるっていう。とりあえず今回超ボスで一回鳴らして、まあ、このデッキで良さげだったら別にそのままいくけど、まあ、正直ゴジットの方をあの転送ゴジータにした方がなんか効率的には良さそう。結局あのさ、転送のね、中ゴジータもね、これ対策が今のボス戦でほとんどないっていうので、まあこっちにすればさらにいいかなみたいな、はい、まあとりあえずここはなんか全然そうでもないね、はい、なんかもっと強いと思ってた、正直もっと強いと思ってたけど、うん、何も入ってないっぽいんで、はい、ここはじゃあサクサク攻略していきます。
なんとか切り抜けられたぞ。では、あの階段をなんとかしないとな。できるようだぞ。ああ、やっぱりこいつなんだ。暗黒をドミグラを倒せ。なんて、すごい力だ。なんか悟空新しくなってね。力を貸します。まだ上がありそうな感じするね。なんかめっちゃ長くね。お、待って、これ押してないかね。うわ、やっとこれ声届いた感じ、まさか。アビリティ表記がめっちゃ長くなってる。なにこれ。しかも相手だけ長くなってる。うわ、これマジで何年間も居続けてようやく通った。ほら、もうここで終わってたじゃん、前まではね。長い、めっちゃ長い。めっちゃ長くなってるアビリティ。おー、助かるね。よかった、毎回言ってたじゃん、これアビリティ表記さ、引っ込むの早いんだよ。まあ、それで勝ったのかは分かんないけど、めちゃくちゃ嬉しいね、これは。そうそうそう、これぐらいだったらね、まあ、わりかし読めるからさ、いいんすよ。さあ、そういう感じであれば、まずはこんな感じで。あ、そうかそうか。じゃあもう初見でさ、ゴッドボス挑む時でも、まあ、秒数が2秒ぐらい伸びてたから、ね、アビリティを見逃すっていうのは問題そうだよ。ミラクルパックを封印する、自分の必殺技が発動できるんですね。私がこの空間を支配する。あー、なんかチャージ勝負系っぽい。うん、 BGM かっこいい。なんかチャージインパクトをあんまり勝たせてくれない感じのステージだね。で、まずパワー2倍にします。敵を回避して、素晴らしい。あー、別次元領域あるんだ。じゃあもう少年悟空大活躍じゃん。スタッフに注意。そう、いきなりワンパン。え、嘘だ。うわ、待って、嘘でしょ。え、いきなりワンパン。待って、意味が分からん。それは本当にマジ意味不明。長いし。うっそー、いきなりかよ。ブロックバースト。え、これ何、まさか三連撃とか言う。うーわ、無理ですよね、そりゃ。すげー。あー、しかもなんか何それ、ちょっとインフレすぎ、マジで。どうしようかな。どうすりゃいいの。ラムシーはなんとかなる。でもさ、必殺は、え、何これ、カーダクシャーウィーティー、タッチャクシャーウィーティーを封印する。レジェンドスマッシュできないじゃん。ドカバキできないじゃん。いやー、ひどいな。で、100ダメージしか受けない。いや、なんかちょっとすさまじいステージですな、これは。なんか裏がありそう。うん、こんな難しいはずないもん。裏ありそう。
多分なんだけど、これさ、悟空、国威、国威って揃ってるアビリティなんか外しないじゃん。異常だもん。2ラウンド目でこれまた死ぬよね。まあちょっと2ラウンド目行った時の動きを見るか。いや今追いついたのが、あの1ラウンド目で破壊王子ベジータとか1枚出ししとけばいいんじゃないのね、思ったよ。 UR のさ、破壊王子あれ1枚出ししとけば2000しか受けないから、もしくはクーラー。クーラーでも死ぬんじゃない、カンスト。うい、かっこいいけど100ダメージ。あ、そういう系ね。じゃあこれもうさ、何回も何回もダメージを与えないとダメっぽい。あ、この時点で積んでるよね。いやー積んでるでしょ。マジか。ちょっと何発も与えないといけないっぽいね。多分ここは、まあ、ロックモードとか、あーでもカードアクション使えないんだっけ。あ、使えるか。最初は使える。だからロックオンで1ラウンド目1回攻撃浴びせるか、連携封じだよね。1回これゴジット入れてみる、ダメ元で。うわすげえ、38000。ゴジット入れてみようか。凄まじいな。いやすさまじいな。ギューッと強すぎる。あーダメだダメだ。何回もそれやってくるんかい。マジか、3連撃でカンスト。すげえ。あ、また100倍。いや20万ダメージ受けたんだな。そんなことある。元気玉じゃん。いやーこれはすごいね。またカンスト。うーわ、てかさ、思い出したけどさっきパワー100でカンストあったよね。どういうこと。これが時を結べた真の力だ。さあそれではテイク2やっていきましょう。これね、多分1ラウンド目からちょっと強襲かけに行かないと無理っぽいんで、とりあえずさっきの表記を見る限り、まあ、チャージに勝てば勝つほど、なんだろう、効果が弱くなるか、アビリティがそのうち発動したくなると思うんだよ。パワーガードが10万になる。なるほどね、10万。あ、ごめん、これガード削り。あ、でも今回はご飯未来とゴジットもいるから、まあ、ガード削りはどっちか刺さるでしょう。でランダムのミラクルも出ない。でヒューがいるから、まあ、今回はねヒュー君をこう下げればまあわりかし大丈夫なんじゃないかなと、思ってて、まあ、時鍵はここら辺かな。でまあベジットはそのままベジットで、あれこれさベジット、あ大丈夫だね。これは別に上の方はアタッカー人数指定とかないから、相手が一人でもガード1発動するっぽい。なるほど、いやこういうゴッドボス面白いな。エナジー10個、ガード1。さあどうする、ご飯、ご飯やる、やってみるか。もういや、ちょやってみる。うん、さあこれでガード1とガード向こう、さあどっちを無効化されるか検証。とりあえずね、まだ6班っていうことで何が通用するかもよくわからないんですけど、なんだこれ、必殺封印でダメージがプラス1万、プラス1万、プラス1万。何これ、もうわけわかんない。なんだ今の、パワーガード10万分。あーダメだこれ。マジか、アビリティ増えた。まさかの高低ダメージもつくんかい。1万ダメージの3連撃、一撃1万3000か。まあはい、これの次耐えればセーフ。でもこれ耐えないとダメ。もうきついって、マジドミクラ。あーもう何これ、何も聞かねえじゃん。なんだこれ、うわ、シンロメダルでもダメか。はぁ、バカじゃないの、何も聞かなかった、どういうこと。
マジでわからない、本当にわかんないけど、無線未来とりあえず見てみて、まあ必殺技はその封印するのではなく、エナジーエネルギーを溜めさせるっていうのかな、あいつのエナジーコストが何個かわかんないけど、技かっては持ってないはずなんだよね。無線クスが刺さるのではない。あとは、まあ、倍増効果が、無効化されていた場合だね、ドミグラの倍増効果が、まあ、それも見たいんで、とりあえずこれね入れて、まあまあまあブロックバストもあるし、とりあえず1ラウンド目はこれでしのげるんじゃないかなと。いや、ご飯未来もデビューか、いや、多分さっきのはね、ガール1に反応したと思うんだよ。ガール1にしてたから、あの効果、あのパワーガードプラス10万が発動してただけだと思うのね。これがダメだったら、いよいよ中腰じゃね。はい、ただ1ラウンド目のしのぎ方が、ちょっと今のところシュアル悟空とか3あの2000制限のベジータぐらいしか思いつかなくて、いやこれで負けたらちょっとそれでいこうかな。いや君なら結構信じてるよ、エナジーも10個あるし強い。おガードもこう、あてかさ、ガード10マップしないじゃん。あやっぱそっか、ガード1にしてたからダメだったんだね、さっきこれが良くなかっただけだ。じゃあこれガード向こうのご飯めちゃめちゃ刺さるじゃん、つまりフルブルも刺さるってことかな。 OK です。あ、それが分かれば、それが分かる。うーわ、そうか、忘れてた、それあるじゃん。もうマジか。でも1ラウンドでもまあまあまあ、いやーうまいんだよな、チャージも2回勝たせて、とりあえずおかしくね、これどうやってワンキルすんの。マイナス入れてみる、意味ないと思うけど、敵の会話シーンか。とりあえずこの3人が揃ってても何にもならないってのが分かったんで、アイオスちゃんもしくは敵の会話シーン見れば何か変わるんじゃないかな。でこれでとりあえず1回目の勝利じゃん。多分3回ぐらいは勝てないと何にもならない気もするんだけど、まあでも倍率もねこいつ消してるし、100倍ダメージは多分消えると思うんだよね。あーやっぱそっか、これ1回じゃ全然ダメな、1回じゃ何にもならない、最低3回。ああ300になった、300になった、それは意味あんのか。あこれでどん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 その、あこれはあーもうやだ、ほんとだるすぎるわ。はあマジにいってんの、連携封じでもする。あ、分かったぞこれ、連携封じのピッコロいいかも、もしくは、ね、連携封じのスーパーヒューね、そっちか。これで2回、3回目忘れた、何回目だ、チャージ勝利2回目で、ドミグラ技打てない、やっぱ5000制限強いね。でこれ300ダメージなの、さらに拡大した、おおいいね、どんどん表示変わってく。いや多分ここは連携封じのヒーロー統一が一番いい気がする。でダメージ倍増が無効になっている時、ガードを無視して攻撃する、ガードだけでしょ、したらこれ軽減貼れば勝ちじゃないの。あ分かった、これ軽減効果貼りまくって、ほら全然食らない、で、倍増効果消しとけば余裕なのでは。はい、防御陣に勝っても何も発動しないと。あーでもまあ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 、次のラウンドもね攻撃いっぱいあるから、まあそこで削っちゃえば。いやーなんで攻撃時だけ我慢の。で多分これかければ技は打てないと思うんだよね、こいつ。でこれはこれは倍増無効とかやっとく一応。まあ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 効くかどうかわかんないけどね。はい、じゃあ一応ダメージ倍増無効ユニット多分効かないと思うけど、うわ意味わかんない、外した、なんだよそれは、さっき発動しなかったじゃん。うわ積んだ、キモすぎる。
なんでも持ってんじゃん。いやそれは反則だろ。まあ7000制限あるけど、いやそれは反則。チャージインパクトを変化したとき、アビリティ発動、ガード位置で反応、どういうこと？何でも持ってるんですけど、いやこれもしかしたら過去最強かも。ほらやばいよ、何でも持ってるもん。アイオスとかさ、ベニカベの火じゃないね。これ壊んのかな。いや異次元すぎる、それもやばい。カードアクション使えなくなった。あー絶対無理じゃん。何これ、え何これ、何にもさせてくんないんだけど。えマジでわかんない、やりすぎ。うわーエナジー全部溜まってるし。うわー500、なんだそれ。何が効くの。あーダメだこれ、ガードジムアップしてる。うわー勝てるしね、勝てる気が全く起きない、マジで起きない、本当に起きない。勝てる気がマジで起きない。ほら全然入らない、ダメージ入らない。嘘みたい、嘘みたい。シャロットダメだ、シャロットは絶対使わない方がいい。でこれ積んでるんで、いや多分この先ガード向こうないから削れないのよ。アイオス使ってみるか、とりあえず。いや思った、アイオスでパワーガード半減にし続ければ耐久戦もいけるというところで、はい、ダメ元、本当ダメ元でアイオスで。そうこれもあるんだけど、ちょあんま意味ない気がするね。あーもうチャージも強いし、なんだこれ、気持ち悪いんだけど。キモすぎる難易度、過去最難関かもしんないマジで。何これ別次元すぎるんだか。今までのゴッドボスがマジでぬるゲーだった、これはマジでぬるゲーだった。あーダメだこれ、死んだ。いやわかんない、フリーズが使えないんだけど、これさっきフリーズ使えたよね。何なのこの差は、チャージインパクト弱くなる、なんだそれ。あ、なるほどなるほどなるほど、分かった分かったのに死んだ。さあ100倍ダメージは効果できるのか、多分自分のやつは無理、必殺技ダメージ倍率だったら無理。さあどっち耐えて、あダメだった。ああ、え向こうができてる、は、うわーせっかく方法をつかんだのに、あれ向こうができてんな。えでもさ、ダメージ倍率無効化して2万3000くらいってこと、なにこれ、そうだろ、すごい。力の強さがここまでとは、られてしまうのか。分かった。マジで分かった。これは分かったわ。アイオスじゃね？アイオス。で、アイオスと倍増消しベジータを重ねれば、ダメージ技ダメージ100倍無効のパワーガード半減であんな食らわないのよ。でこいつさ、チャージに、攻撃チャージに負ければ負けるほどチャージ弱くなっていくので、今回のゴッドボスの要点としてはもうとにかくチャージ勝負、もうね小細工なしのチャージ勝負です。なのでまずは1ラウンド目で攻撃チャージ防ぐ必要があるんですよ。でそこでこのベジータを入れて、こいつは1ラウンド目1人でアタッカーにすると2000以上のダメージを受けないという効果です。はい、なのでこいつがいることで、はい、こいつがいることで、ね、必殺技で死ぬリスクをなくすっていう作戦。さあ吉と出るか凶と出るか、あとは気絶しないことを祈るよ。
レベルアップしたぞ。私がこの空間を支配。強っ、二次元すぎるんだけど、マジで。でまあ一応パワーもね上乗せして、はい、ロックアンモードは、どうしようかな。いや、やる意味ないね、これはやる意味ない。いやすごいな。で、ゴジータ UM 入れて次のラウンドからこいつをね7000以下で抑えればよかったんだけど、海洋審判サーカーで相性悪い。やらかした、やらかしてる。それはそうか、なんでカイヤはバーサーカーにしちゃったんだろう。アバターいらないな、ちょアバターいらないね。はい、まずは1回勝利でこいつのチャージが弱くなるはず。そう、必殺アザが打てるときに勝てばいいのよ。でも最速とかこいつ効かないから単純に勝っていく必要があるんだよね。はい、2回目もういいんじゃない、いいんじゃない。これでさらにチャージが弱くなって、おお、いいね。ここも勝ちたいよ。いや、惜しい。レベルダウンしてしまった。まあでも死にはしないはず。なるほどね、やっと分かってきたぞ。強そう。絶対係数10あるでしょ、11あるでしょ。ダメージは、はい、2000ダメージで気絶しない。さすが得意の選手、最高で、こっからは攻撃チャージに勝っていく必要があるんですけど、はい、これでカーラクションがもう本当に使えないって言われてるんで、何でダメージを最終的に通すかというと、こいつのガードもこうで、ダメージが通せるようになったタイミングでやりたいんだけど、これなんだよね。いやー、きつい。まあ、とりあえずこうかな。そう、これもね、連携から外れるからめちゃくちゃいいのよ。で、記録ダメージ向こうの 45% ダメージカットをかけて、はい、ゴジータ UM で半減、 50% の 45% 減、さらに倍増向こうのパワー半減。これ、ここまでやればさすがに死にはしないはず。レベルマックスになってしまった。いや、対人戦で、あ、待った、パワー1にしちゃった、あ、パワー1にしちゃった、あれ、あ、そっか、あ、なんか嫌な予感する。パワー1は、あー、やっぱ外した。もうやっぱダメか。ゴジットが完全にミッションモードじゃ無意味と化しているんだが、何も意味ないじゃん。何の意味もない顔になってる。これドラヒーって本当、対人戦とゴッドボスの使えるカードが天と地ほどの差があってやばい。アイオスはまあまあまあどこでも行けちゃう感じですけども、あ、それはやばいね。え、じゃあもう50投出せないじゃん。あ、でもこれでもう1回勝ったから、もういいね。今のところこれで3回目かな、効果発動。やばいね。でもダメージは多分そんな入らないはずだよ。100倍でも、はい、まあいいね、軽減が硬い。で、こいつが記録長断してくれるから7000以下にいい感じに抑えられてるね。さあ、ダメージはまあ、ぼちぼち強いな。6400ダメージはぁ、マジでいってる。さあ、チャージインパクトがあんまり弱くなってる感じがしないんだが、これで4回目貴様らのチャージインパクトの苛烈さが完全に失われた。何、代償の果てに、何それ。やっとどこまで見えた。で、ダークリフレクトは何だこれ、嫌な予感するね。受けるダメージ2倍、あ、全然いい。いや、良くはないな。でも、ゴジータ UM だから、いや、これはどうかな。ゴジータ UM のアビリティ、これ発動させない方がいい感じ。あー、でもさ、これ結局防御のそれがあるかな、耐え続けないといけないんだよね。あー、なんでここでガバッとするかな。
もう攻撃で勝たなきゃ意味ないんだよ、マジこれ。はぁ、なんでだよ。十分強いんだけどな、もうわけわかんない、ほんと。あ、ダメだこれ、もうダメだわ。はぁ、いや、十分強いじゃん。ふざけんな、マジで。いや、どこが弱くなったんだよ。いや、ダメージ与えられないし。はぁ、エグすぎる、マジで。尋常じゃないほど難しい、ここ。尋常じゃないね。なんだこれ、過去最難関じゃない、マジで。こんな難しいステージ本当になかった。過去最難関認定。もうフルパワーロゼの日じゃない。だって攻略法がないんだもん。アイオスでもダメ。アイオスなんか発動するかなって思ったんだけど、アビリティ封じとかさ、何もないの。攻略法はつまりチャージに勝つしかないっていう。あ、なんでフリーズ使えんだ。超アビリティ、激闘の絆、どう？超アビは通ってたもんね、さっき。いや、それかもしんない、思った。超アビリティめっちゃいいじゃん。で、必殺技でダメージはもう通せないっていうか、通そうと思わない方がいい。うん、いいね。まさかのここに来て超アビ。いや、まあ大丈夫でしょう。で、アイオス食らってるからここは気にしないし。おーっと、紅葉見えてきたんじゃない。ただちょっと今回やばいかもね、パワー上がっちゃってるし。相手、あー、よし、耐えて耐えろ。いやー、つー、何それ。あー、オッケー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 。さあ頼む、そろそろ何か起きてくれ、そろそろ何か起きて。いやー、マジでそれも永遠に発動するんかい。永久か、あれ。最近カードアクションとか使えないね、ゴッドボス。まあ最速押せないとこれ話になんないっす、このステージ。最速ほぼ毎回なるから、押せなきゃ話にならない。いいで、初心者殺しにほどがある。チャージ安定化もつかないもんね、強制ランダムだから。チャージ安定化させてもランダムにされるのよ。強制ランダムってヤバくない。あー、切れた、やっと切れた。これワンチャンある。総別の通撃決めればワンチャン。やっと切れた。うわ、弱、なんだこの弱さ。あ、パワーがない。あー、パワーないし、相手ガード高い。ダメだね、ガードを削らないと今度は。いや、でもここガード向こうじゃね。あ、じゃあパワーがないだってか。うわー、惜しいか。全てにおいて惜しいか。これ倍率多分消えてるよね。
あー、いいんじゃない。多分倍率消えてるからそんな入らないんですけども、まあ、これでどれくらい入るか見たい。はい、あー、総滅の数字が入らない。ワンチャン UM いらない。200万。やっと5000ダメージ削った。つらっ。うえい、1800ダメージ。うっそみたいに硬いんだけど。いや、これ次死ぬよね。思いついたんだけどさ、これベジータこれ出せばいいんじゃないの。そしたらガード向こうにされなくない。その代わり必殺技 100% くらいないんだけどね。ほら、強制ランダムでしょ。強制ランダムはやばいだろう。はい、じゃあとりあえず打ってみますわ、ベジータ。もう必殺技くらない、くらえないし、だったらガード向こうにされなければさ、ワンチャンない。やったな。いや、でもあれか、その場合100倍はがっつり食らうことになるけど、まあ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 、さっきよりはマシでしょ。私がこの空間を支配する。すごいな。てか今回何十分の動画になってんだろう。バカ。はぁ、ふざけてね、これ。はぁ、なんだよそれ。ふざけんな、マジで。はぁ、うわ、ここじゃないし。なんで、なんで、なんで、なんで。さっきまで弱かったじゃん。うわ、判定負けした。アルティメット奥義でいける。てか、いけ。これで削り切ったら勇者。あー、なんか強いようで弱い。で、多分これファイナルラウンドだよね。アルティメット奥義発動。うわー、ダメだった。最悪だわ。負けた。完敗。いや、えげつないね、今回のステージ。あ、そういうこと？えげつな。でもこれさ、チャージンポット。もうバトルだと思うんだよ。あれ？てかこれガード向こう効くんだっけ。ガード向こう効くんだったら転送の UM じゃダメなの。思った。ゴジータ UM じゃダメこれ。いや、ゴジータ UM か、まさか。はい、13700でもう1ラウンドないよね。あ、なんで龍拳使えんの。おおおおお、なんで、え、なんで通るようになってるよ。足りんか。2395。うわー、終わってしまった。あと1ラウンド欲しかったね。時の力の強さがここまでとは。このまま下がってしまうのか。これが時を結べた真の力だ。これが今回のスコアだ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。